全然怖がらないんだこの子。1700。はい、いいよ。この子もさ、もう歯磨きやってます。歯磨きな、あ、舐めるけど、歯磨き自体は舐める。舐める大好き。ほら、あ、舐める子なら少しずつ進めてってくださいね。はい。この子はどこで購入したんですか。この子は滋賀のブリーダーさんで。滋賀のブリーダーさん。はい。ワクチン行ったんですか。ワクチン1回、はい、だからもう1回この子も今日打てれば2回目を。ちょっと待って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 ね。緊張外れました。ここでもちゃんと一回話して、みんなで話してください。こうしないといけない。はい、じゃあ1個。そうそうそう、はい、わ、はい、かりました、はい、ロシアンブルーだね、あなた。お口の中は、うん、いいよ。ロシアンブルーって結構さ、きつい子半分だからね。あ、そう、うん、きつい子これは。いや、この子は、うん、微妙なとこですね。でもなんか一瞬なんかあの怒り方はロシアブルーっぽいなと思う。もういいではタラタラですけどね。で、聴診は正常範囲だね。はい、呼吸音も心音も。はい、長さあるよ。この子も一回全身の身体検査をまた改めて。あ、じゃあ、あの検査ね。うん。それは。半日預けてくださいね、うんうん、その場でパッパッとはいかないんで、うん、でもこの子さちょっと細いけど何グラム食べてるの。めっちゃ食べるんだけどさ、だからうんちってありません、この子うんち持ってきてない。でもどっちのうんちか分かんない、細い方だと思うんだけど、全然一回も下痢しても、ないし、いつもいいうんちをしてる。検査の時にうんちを持ってきてほしいね。もうどっちのか分からんかったら両方持ってきていい、うん、2人分っていうかまとめて1日分ごそっと持ってきてください。はい、じゃあこの子もワクチンとあのレボリューションプラスやりましょうかね。はいはい、痩せすぎ？これちょっと細い。次まではいかないけどちょっと細いかな。めっちゃ切れるんだけどな、なんか全然太らないんだよね。点検したいよね、そういう子は。ん？点検したい。レボリューションやるとあのお腹の寄生虫もマイルドには落ちていくとは思うんですけどね。ガチにしようか。ちょっとこの子もう一種類の方にしていい。ブロードライン、うん、何でもいいです、はい、ブロードラインだとサラダ虫までカバーしてるから、はい、前のしーちゃんが全然泣かなかったからね、はい、ごめんね。
なかなか君怒っちゃった。怒っちゃった。怒っちゃった。多分この子もデンタルケアやりますから、はい、ぜひともやってください。はいはい、あと、こういうのあと、まあ、首の下しっかり持ってね、こんなに続きますよ。だよね、これね、ロシアンブルーって感じですね。嫌だよね、そんな遊びで使えたら。気持ちは分かる。はい、ごめんね、楽にして。よいしょ。もしちょっと軽くやってください。もう手はいっぱい出ました。何やったんだって。この子もちょっと。両方ともずっと目とか鼻とかダメだったから、この子全然そういうのがないからもう感動ですよ、見てて。それが普通なんです。あ、そうですね、それが普通なんですよ。それが普通なんです。これが普通なんです。ワンクリーンとかはさ、この子にも使っていいですからね。あ、はい、まあ、お部屋に戻してたら流しちゃってください、はい、それからシルピナもこの子にも使ってもいいけど、この子は綺麗だから週1ぐらいにトトッと予防的にね、はい、やってもらう。肛門腺はお家では絞れんのかな。保湿してやったよね。はい。あ、ダブルオールラインだ。あれさ、レボリューションプラスのさ、オーナーズリーフがなくなっちゃった。違いはね。うん。若干高いブロードライナー、うん、でこのサナダムシが予防できる、はい、こちらのいい点はね、はい、で飲み罠には一緒ですね、はい、からあとこっちのいい点はサナダムシじゃないんだけど、体の表面の顕微鏡で見なきゃ分からないような寄生虫、海鮮とか、うん、そういうのがこっちは予防できる。こっちはそれができない。ちっちゃい子だからサナダムシいる確率高いから、だからちょっとこちらにしました。はい、じゃあこれ一応両方ね、はい、じゃあこの子は OK ですね。はい、はい、じゃあ証明書用意しますね、はい、ハンクちゃんはもうちょっと今酸素に入ってますから、はい、吸入は終わったけど、まあ、証明書できるまで、はい、そこに入っててもらいますね。で、もしあれだったら来週、先生とか水曜日休みだもんね、うん。